師匠とホームルーム。はい、ということで始まりました寝る前3分ショートホームルーム、吾妻由真です。本日5月2日火曜日でございますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨日言った通り、今日は新入生歓迎球技大会というのが私の学校でありました。バレーボール大会ね。私2年生なんですけど、1年生と3年生と三角リーグで当たって、1年生には勝ったんだけど3年生には負けちゃった。逆に私たち2年生が3年生に勝った時の3年生の顔を想像したくないから、まあ負けてよかったと思ってますけどね。まあ結果的に、その私たちに勝った3年生が優勝しましたね。おめでとうございます。ということで、まあ、あまり私はもうそういうの好きじゃないんだよね。この、こう、わーって、兄弟学級とか、同じ、理数か英語かとかで、わーってなるの、あんまり好きじゃないです。意外でしょ？なんかこういうの好きそうに見えるけど、まずバレーボールができないっていうのが大きいんですかね。質問コーナーの質問を受付、4月いっぱいだよと言いましたけども、まあ5月14日、15日かなぐらいまでは受け付けますので、まだ聞きそびれたわっていうことあったら、この動画のコメントでも構いませんし、質問コーナーやりますっていうですね、コメントを先月の頭ぐらいに出したので、それに質問、まあ、コメントね、していただければと思います。なんでもいいですよ。例えば、なんかモノマネをしてくださいとか、好きな食べ物はとかね、逆に嫌いな食べ物はとかね、好きなカタカナはとかね、好きなカタカナってすごいコアだけどね。まあ、そういうのなんか募集してますので、ぜひね。ということで、今日はちょっと内容薄いですけど、この後たくさん動画撮影しなきゃいけないので、ちょっと今パニックってます。ということで、本日の寝る前3分ショートホームルームはここまで。吾妻由真でした。 See you next time。 ゴールデンウィークにいっぱい動画出します。